川島さんのキャラクター上半身がムキムキじゃないですか、うん、そこから出てるような低音ボイスにちょっとこうなんていうんですかねガラッとしたようなちょっと悪い感じ、はい、<laughs> すごいなんかソムリエのように食レポがうまいみたいな。<laughs> 7つの大罪名料出す役そしてゼルドリスを演じさせていただいております声優の梶裕貴と申します今日はありがとうございますよろしくお願いしますエリザベス役の天宮空です、えー、ちょっと緊張しているんですが、えー、たくさんお話ししていけたらと思いますよろしくお願いしますいいですよ <laughs>、えー。魔人 A の役を やらせていただきましたキリンの川島明ですよろしくお願いします今回最高新役を演じさせていただきます倉下奈です本日はお越しくださりありがとうございますよろしくお願いいたします先ほどお二人ともご原作がお好きって聞いてまあ、僕たちもすごくね関わらせていただいている身として嬉しかったわけですけれどもまあ、中でもこう 最高心を演じるってものすごいこうプレッシャーというか <laughs>、うんね、今までさっきソラちゃんも言ってましたけど、はいはい、謎に包まれていたところもありつつそ,、ねはい、その表情が実ははっきりわからないところがあったりとか、ね、ちょっとなんだろう無機質というかね,ね、うん、そういう部分があるすごく難しいキャラクター。 と思うんですけどその雰囲気女神族のトップでありつつその美しさを持ちつつその無機質な感じっていうのをすごく表現されていたなっていうのをあ,<ー>あのちょ恐縮ですけども感じましたはい素敵でした川島さんとも一緒に初めてやらせていただいたんですけれども、はいねはい、まず僕が羨ましいですねあの似たキャラクターがー <laughs> 僕らいないんでね。 引き下ろしではないです,ねうですよね。そう、そうなんですよ。うん、まあ、ね、もちろん、メールを出すやらせていただいても嬉しいわけですけど。はいはい、いい声。ですね。声ですね。本当にもう、な、今までキャラクターでいたんじゃないかなっていうぐらい。<laughs> えー、の素敵でした。本当に。一緒に撮りたかったなって。そんなもん申し訳ない。えー、思いますね。ずっとこう待ちわびていた、エリザベスの母である、最高神。とのシーンが。あの、ちょっと。 びっくりしました。あの、ああいう、なんて言うんですかね、もう絶対的な存在で、あの、エリザベスたちよりもずっと大きな、サイズ的にもすごく大きな存在で、そして生き物かどうかもちょっとわからないっていうような役どころをすごくこう、あの、こなされていてっていうとなんかちょっと私が、あの、 <laughs> ちょっとあれな言い方になっちゃうんですけど、うんはい、すごくあの演じられていてすごいいなと思いました、はい、あの特に私も演じていてあの語尾の着地、うん、こう何々だってこう丸がつく語尾の着地がすごく難しいなっていうのを声優をやっていて感じるんですけど、はい、もうそこの語尾の着地が完璧で。 あのそのそ絶対的な存在感もそうですし生き物ではないような冷たさみたいなものもすごくあって、うん、あこれは確かにエリザベスもこう本気でかかっていかないといけない相手だなというのがすごく伝わってきて、はい、本当にあんまり声優の経験されたこと ないんですか？っていうくらいちょっとびっくりしました。で、先ほど横で川島さんのアフレコご覧になってました。けれども、はい、いかがでしたか？いや、本当にの声が素敵ですね。ね<え>いい声されててであと。 っっぽいなてすごくこう低音で結構川島さんのキャラクター上半身がムキムキじゃないですかそこから出てるような低音ボイスにちょっとこうなんていうんですかねガラッとしたようなちょっと 悪い感じ悪い感感じじもも出出てもう出ていてうでもゼルドリスへの忠誠心もすごく感じられて、うん、あ魔人族っぽいなっていうふうに <laughs> 思いましたすごいなんかソムリエのように食レポがうまいみたいないい特徴がいっぱい言っていや素敵申し訳ないんですけどお二人とも本当に感動してびっくりしてて、えー、今日はいすいません偉そうに <laughs> いやもうありがたいです本当に<は>いテレビシリーズのもう最終話と。 ほぼ同じようなタイミングで、うんえー、この劇場版の収録もあったので一気に7つの滞在のなんでしょうピークが、うん、ー自分の中にこう押し寄せてくるような印象があって僕は、まあ、しかもメリオダスとゼルドリスがあったので2日間に分かれて収録があって、はい、でその前日にテレビシリーズの収録もあったので3日間も7つの滞在付けだったので、うん、なんかすごい、うん、今までの,その7年間が 蘇るよがるうな感じがありつつ、うん、でもね最終回のそのアフレコの時は意外と実感がなくてうーんあこ,んこういう感じなのかな、ね、コロナ禍でみんなで一緒に撮れてないのもあってなかなかこう意識できてないのかなと思っていたらやっぱ最後のセリフ言い終わって OK が出た時に、はい、急に寂しさがこう。うん 胸に込み上げてきてきっと放送を見て、はい、この劇場の公開を見て泣いちゃうんじゃないかなっていうふうにそのぐらいやっぱ思い入れのある作品キャラクター現場ですね私も梶さんと同じでアフレコしてる時はすごくこう集中しているんですけど終わった途端にあもうこれで終わりなのかっていうのは、うんはい、すごく感じましたね、はい、でもあのやっぱり7年以上 えー、エリザベスを演じさせていただいて彼女のパートナーとして共に歩ませていただいてきてそれで彼女から得たものっていうのがたくさんあって、まあ、母性であったり包容力であったりあのエリザベスが持っているものを私も、えー、一緒に感じ学ばせていただいてやっぱりこう今だから演じられるエリザベスをこの劇場版に詰め込めたんじゃないかなっていうふうには思えています。